関東22という数字、はい、10月の19日、はい、伝説となりました10.19。まあ、1年目からの活躍で87年の新人王でもいらっしゃるわけですが、どんなプロ生活のスタートでしたか？まず生活に慣れること、初めて関西に住むということで、はい、まあ、習慣とか言葉もなかなか、通じないわけじゃないんですけど、はい、そうですよね、やはり地元の人から見たら、関東の人間が来てっていう、まあ、ほとんど知られてない状態で入ってますので、ドラフト1位ですが、だから期待があるだけにどれだけできるんだろう、あ、そういう目もありましたか？学生時代はちょっと知らないけど大丈夫なのかという、まあ、体格的な見栄えもあまり良くなかった、もっと細くて、はいはい、その辺が多分、ファンからすると大丈夫なのか、この1位はっていうのがあったんじゃないですかね、はい、ですからもう最初からもう自分のもう出せるもの全部出さないと認めてもらいたいという気持ちがありました、はい、オープン戦からも含めて、はい、ではそのプレッシャーに感じるようなことではなく、どちらかというと意気に感じて、まあ、1年目からそれはありますね、はい、入団を決めたきっかけもやはり自分が一番脂が乗ってる時に勝負してこいって送り出されてますので、そうですか、はい、だからまあ運も良かったんですけど、起用してもらって1年目の4月に月間 MVP を取ることができて、そこでやはり周りの見る目も少し変わったんじゃないかなと思ってます。いやでもそれこそ本当にノリに乗っていらしたのではないかと、この数字を拝見すると感じるところではあるんですが、もう必死ですよ1年目は。必死でしたか？はい、もうやはりプロの打者とか、はい、どうやって抑えたらいいんだろうというよりは自分の持てるものを全部出すという形で投球してましたので、まあそれはペース配分もよく分からず、もうあとはコーチにもう一回行けって、はいっつって投げてたわけですよね。でも1年目4月は良かった、いいスタートは切ったんですけど、はいはい、5月は勝ち星1勝か、ほとんど5月は失敗、はい、まあ、分析もされますよね。そうですね、で8月もほとんど勝てず、完全に夏バテ状態です、ね、はい、暑いのはどうなんですか？苦手ではなかったんですけど、はい、やはり疲れが溜まってきて寝れなくなってですね、でやはりその頃は中5日か中4日で登板することが多かったので、もう次の登板が明日に迫ってるっていうような感覚ですよね。まあちょっと秋口になって少し取り戻せたかなっていうのがあったんですけど、まあそこでプロの大変さとか、まあそういうものをこう身に染みて、まあ次の年につながっていくんですけど、この1年目から15勝ですよ。まあどうでしょう、まあ、それだけ投げさせてもらったのもありますし登板機会ももちろん、はい、終わりだったかと思いますが、1年目で250イニングぐらい投げてるので、はいはい、そうですね、そこは今のこの平成の終わりから令和に向けては、はい、なかなかない話ですよね。そうですよね、確かに試合数も少なかった中で投げてるんで、また関東22という数字、はいはい、これはまあパリーグの新人記録になるわけですかね、この記録のまま、というところのようなんですが、時代ですよ神田さんここはいやそんな今はもうこんなに関東数がないですけども、まあ、やはり沢村賞の、ね、最低項目の中にもやはり関東数ってもっと2桁関東ぐらいじゃないですか。はい、で、まあ、自分だけに関わらず他球団の主力で投げてるピッチャーもやっぱり関東数はかなり多かったんで、はい、まあ、
マウンドに立ったら最後まで投げ抜くっていう、はい、何かそういうものはこう使命感として持ってましたね。まあ、その今こう指導者もなさっているところでこう冷静な分析も終わりかとは思いますが、当時の阿波野投手はどうだったんですか。その1年目の数字といいますか、ご自身の功績というのはどういうふうに感じて。そうですね、勝ち星というよりはですね、やはりこう何かこうテレビで見てたすごい投手たちと投げ合うわけなんで、はい、なんかその辺が余計自分の何かこう力になってたと思いますよ。どなたとの対戦がしびれましたか。もう大勢いらっしゃるかと思いますが、入団した頃は、はい、もう西武ライオンズがとにかく強くて、はい、もう連覇をしているチームでしたから、そうですね。で、まあ、その時の監督さん、まあ、岡本勇さん、はい、扇明さんって、はい、まあ、この2人で、ずっと先発で起用してもらったんですけど、とにかくやっぱり西武をまあ、意識したローテーションを作るということで、あ、そうですか、はい、もう投げ合うピッチャーは大体、渡辺久信、はい、工藤公康、角田源、この3人と投げ合うので、まあ、これはもう、1、2点取られてもいいやっていう、そういうピッチングはできないですね。あ、はい、そうですね、はい、そこはプレッシャーですね。味方の打線の人たちもね、もう2点取られたら負けるぞって言われてたんで、いや、その前に打ってくださいってお願いはしてたんですけど、うん、なるほど。まあでもそうですね、本当に西武の黄金時代の、まあ、そうそうたるあのピッチャーがいらして、ね、はい、との対戦というですね。それぐらい注目してると、もう、注目で集中してるとですね、もう回も6回7回ってどんどん進んでいくんですね。あんまりこう計算もしてないですから。じゃあ本当にキャッチャーミットをめがけてという感じなんでしょうか。そうですね、まあ、まあそれぐらい研究もしましたし、その頃の西武ライオンズの、はい、あのメンバー言えますか。メンバー1番からいきますか。言ってみてください。もう一緒に行きましょうか、はい、1番その当時何年ぐらいで。あ、ですね、もう90年前後というところですね。はい、生まれてないんでしたっけ。いや、もう、しっかり記憶がございます。ピッチャーは、まあ、さっき言ったメンバーで、はい、キャッチャーが伊藤勤さん。あ、そうですね、伊藤勤選手、はい、ファースト清原さん。清原選手、はい、セカンド辻さん。辻選手、はい、ですね、ショートが石毛さん。ショートが石毛選手ですね。その後田辺、あ、はい、選手ができたんですけど、はい、まあ、あとサードがじゃあ石毛さん、はい、でレフトだけがちょっと日替わりだったんです。はい、でセンター秋山さん。あ、そうですね、ライト平野さん、はい、あ、平野健さん、はいはい、ですからオーダーがかなりレフトだけです、うんうん、あともう本当全員レギュラーで、もうこの人たちに前半は抑えててもやっぱり後半はだんだん攻略されるんです。あ、うん、1点リードしてる時の方がプレッシャー感じましたね。なるほど、逃げ切らなきゃいけないっていう、でもそうですね、そういった中での、まあ、プロ生活のスタートを切られて、ね、1年目に岡本勇さん監督でですね、はい、工藤さんと投げ合う機会が多くてですね、勝てなかったんですよ。でも僕の中でも、うわ、また次このままのローテーションでいくと工藤さんと投げ合う、うわ、きついなと思って、うん、あるホテルでエレベーター一緒になって、はい、岡本さんが多分僕が考えていることを見抜いてたんでしょうね、はい、また工藤と投げ合うんだぞって、勝つまで行くからな、あ、じゃあもうあえてって言われて、工藤に勝ってからこそ、まあ、エースだっていうようなことはこう言われて、もうこれは避けられない道なんだと思って、まあね、本当に1回投げ勝つことができたんですけど、そこも、打線の援護で勝つことができたんですけど、あ、でも1回です、ね、確か1回です、はい、だから何でしょうね、あの頃のパリーグってこうチームが勝つというのはもちろん大事なんですけど、はい、やはりこうあのバッターを西武のクリーンナップを抑えないと勝てないとか、
あのピッチャーに投げ勝たなきゃいけないとか、なんかすごい、自分が乗り越えなきゃいけない壁っていうのは意識させられましたね。そうですか。さあ、そしてプロ入り2年目にお伺いたいと思いますが、1988年になりますけれども、10月の19日、伝説となりました 10.19 ダブルヘッダーで阿波野投手は連投をされたと、これはまあ、あの近鉄は優勝のためにはこのダブルヘッダーを続けて勝つしかなかったという試合だったわけですよね。で、まあ、この昼夜に及ぶ連投、連続の登板ですけれども、阿波野さんはこの88年の10月19日どんな一日でしたか。この試合というかね、この1日だけを切り取ると、もうドラマチックなんですけど、それまでに、13日間で移動日なしで15連戦やってるんですよ。ダブルヘッダーがさらにまた含まれててですね、この最後の日なので、もう最後の力をここで振り絞らなきゃっていう気持ちと、19日にダブルヘッダーがあるんですけど、17日に完投してるんですね。で、中1日でその日を迎えたので、まあ本当に あるのかなと、登板が、投げるのかなと。そうですね。実際そのコンディションはいかがだったんですか。多分みんな調子がいいっていう選手はいなかったように感じてましたね。もう疲労も、多かったですし、まあ、雨が前半戦はシーズンの前半雨で中止になっている試合が多かったから中止になってこうなったんですけど、確かにその年は開幕投手も初めてやらせてもらって、そういうなんか責任ってあるんですよね。自分が引っ張らなきゃいけないシーズンだっていうのが、で投手コーチの権藤さんにも、終盤はそういう登板もあるっていうことは言われてまして、ですからもう最後のダブルヘッダーの日は、ひょっとしたらあるかもっていう気持ちでいて、2試合ともっていうのはちょっと想定外ではありました。そうですか。その、このダブルヘッダーに臨むにあたってのチームの雰囲気というのはどういう感じだったんですか。その年は最後こうロッテに対してずっと連勝してたんですよ。みんなその辺は最後のロッテの、18日にナイターやって19日にダブルヘッダーなんですけど、その前の日も結構みんな打って大勝してるんですよ。勢いはありました。その当時の大木監督からは試合前には、このダブルヘッダーの試合前にはどんな言葉があったんですか。大木監督は、あまりこう集めて、いろいろそういう鼓舞するようなことっていうのはしていない人なので、自然体で、リラックスした感じで、いたような感じに見えました。そして、その運命のダブルヘッダーの試合を伺っていってもよろしいでしょうか。2試合とも守護神の吉井投手の後を受けての登板でいらしたんですよね。1試合目が9回裏、2アウト満塁になるも、最後は三振を取って、勝利という、1試合目のリリーフ場面がランナー置いてなんですね。確かノーアウト一塁ツーボールっていうところからリリーフしてるんですよ。投手コーチの経験も私ありますけど、そんなところで送るって、もうコーチとして何でしょう、もうごめんっていうしかないんですよ。選手に、でもじゃあごめんの状態で送り出された。そうですね。その前にずっと吉井投手はクローザーで、安定した力を出してたんですけど、ちょっとこう絡まっちゃって、いつものピッチングじゃなかったので、多分ベンチは判断したんだと思いますけど。じゃあ実際その阿波野さんは
まあ、あの どこで見てらっしゃいますか。ブルペンです。ブルペンで、はい、あで、まあ、もちろんその守護神でもいらっしゃいますし、吉井投手。あ、そうです。もうあとは、うん、あの吉井、あとは任せた、はい、頼むぞっていう感じです。ここを切り抜けて2戦目に、はい、そうですね、この後あるかなっていうぐらい。あ、川崎球場もブルペンが、はい、球場のこう見えるところにあるんですよ、それで控え投手の待機する場所が、うん、もう本当ファンの横ぐらいな感じなんです。おお、ですから、まあ、一緒にこう応援してるような感じですね。はい、じゃあその声かかるというかマウンド行くっていう心づもりはどのぐらいあったんですか。多分ピンチになりかけたぐらいじゃないですかね。もうとにかく急いでやってくれっていうベンチからこう人が来て、そういう指示を受けて、もう寒、ちょっと寒かったんで、はい、ジャンバーを着たまま早く体温めなきゃっていうことでやってたんです、それで監督が出てきて交代って時にここでっていう。はあ、マウンドに上がるまでに気持ちの整理はもうついてらしたんですか。ついてないです。ついてない。ついてないです。はい。はい、ああ、もうなるようになれっていう感じですね。はい、ちょっと怖いっていうのもありましたけどね。怖いですよね。でももうそういうことを考える余裕はなかったですね。もうコールされたので、もう行くしかないっていう。はい、まあ、でもその三振に取るという最後ですね。はい。っていうところで、はい、まずは1試合目を勝ちまして。はい。はい、で2試合目まではそんなにその感覚時間はなかったようですね。時間ないです。確か20分ぐらいしかないです。あ、うん、あ、でも本当にそのまま突入するような。野手陣はもう大変だったと思いますよ。あ、そうですね。はい、なんかこう食べ物はスープとか軽食みたいなのはあったんですけど、はいはい、うん、ここに用意したから早く取っていけみたいな感じになってたと思います。まあ、僕はまあ先発じゃなかったので、その2試合目は、まあ、少しゆっくりはできたんですけど、まあ、ちょっと1試合目投げた時点で役目終了みたいな部分があった、1年間というか、まあ、あの近鉄打線の性質を見るとですね、苦しい1試合目を乗り越えると、はい、次の試合は爆発するんですよ大体。そうなるんじゃないかな、そういう期待でしたから、じゃあもう次の試合は安心して見ていられる、そういうつもりだったんですけどね。まあ、じゃあちょっとその、まあ、落ち着けながら、そうですね、はい、過ごしていくというような。あ、で2試合目その、先制はロッテだったようですが、はい、まあ、マキシ選手ですとかブライアント選手のホームランもあり、はい、そして、また、まあ、コールがかかったんですね。そうですね、はい、ちょっと出番は自分が思ってたより早く来ましたけど、はい、8回からということでしたね。はい、あ、1点リードの場面で、はい、第1試合の時は、はい、もう何も考える余裕もなく行ったって言いましたよね。はい、第2試合は、あれもう次の回から行くって決められてたので、 ある程度心の準備はして、はい、そこでうわどうしよう、ちょっとやはりこう行くのにためらいが、抑えなきゃいけないとか、いや、うん、まあ、そういう気持ちの方が強かったです。1試合目と2試合目全然違うんですよ。それもスタンドのファンももう本当に神様にお願いするような感覚でこうもう突き刺さる視線が、全てがもう優勝だよって、そうですよね、あと2イニング投げたら優勝だっていうのが、しかもその試合はですね、あまりホームランを打ってなかった牧さん、はい、シーズンで、はい、で福石さんというベテランの福石和恵さんのお父さんです、はいはい、がホームランを打ってもう盛り上がりも最高潮だったんです。そこで自分一人だけがなんかこう浮かれることもなく、そうです、ね、抑えなきゃいけない、はい、抑えなきゃいけないという気持ちで行きました。そのどう心境としてはどういう心境なんですか。自分ではあの後の映像を見たときに持ってないんですけど、はい、フェアゾーンに入る線があるじゃないですか、はい、レフトの方から入るので、三塁線のファールラインを、はい、あそこにまたぐ前にもう止まっちゃってるんですよ自分で。ここに入ったらもう戻れないっていう、は
潜在的になんかそこでもう最後に言い聞かせる自分で、へ、うん、行くしかないよみたいな、普段はそういうことはないですね、わけです、先発がほとんどだったのでリリーフ慣れしてないのもありましたね。ここじゃ超えたら、そうですね、まあ、まあ今日はもうこれ130試合目に、自分が最後指名されていくわけですから、そして線を越えてマウンドに上がられたですね、わけですよね、はい、どういう光景でしたか。まあ、ホームランを打たれて同点ホームランを打たれるんですけど、はい、高澤選手、はい、まあ、そこまではある程度こうはっきり覚えてるのもあるんですけど、はいはい、そこからはところどころみたいな感じです、まあ、後々スコアブックを見たりそういう映像シーンを見て大体はあるんですけど、はい、うん、覚えてはいるんですけど、はい、その時はもう力が抜けて、ただまあ同点だったのでね、まあ、振り絞って投げた部分はありましたけど、そしてまあ9回も続投されるんですよね。そうです、はい、で、まあ、牽制球で二塁ランナーを刺すということも、はいはい、はい、そこは自分のミスで、まあ、相手監督が抗議をして、はいはい、アウトセーフの判定で、はい、まあ、抗議時間が長くてですね、まあ、なかなかこうプレーが再開できなかったのはあったんですけど、はい、まあ、そこはもうちょっと自分の牽制球がちょっと逸れたんですね、それが原因ではあったんですけど、ね、まあ、ちょっと握力もだいぶ落ちてたので、牽制球とかは結構自信があったので、まあ、ああいうのはちょっとそこでは想定外のような投球してしまい、送球をしてしまいました。このまたゲームがその時間制限が4時間という時間制限がある試合 で、はい、残り時間がもう迫っているところで の、まあ、そのちょっと試合が中断ということもあったと、はい、その中断時間が長いのでもうファン もう早くやれっていうような、う、はい、ちょっとこう先立ってるような、ね、まあ、それに耐えきれずに乱入してきたお客さんもいましたし、ちょっと独特な雰囲気でしたね。で、扇監督はもうかなりエキサイトしてましたし、はい、ベンチで、そうですね、まあ、やはり抗議って今はリクエストっていうのがあって、はい、早く再開できるんですけど、当時はもう審判と監督の、ね、押し問答になってしまうんで、そこを覆ることってあまりないじゃないですか。それをこうずっとやってたので、多分もう異様な雰囲気になってました。もう僕はもう早くもう気温も下がってたので、早く投げたい、早く投げたいという気持ちでありましたけど、はあ、僕はもう投げ切って、交代って言われて、はい、もうそこでまあ完全に、体の力が抜けたような状態で、誰が次行くんだろうって加藤が言って、で加藤も残り時間を多分知ってたので、もう1イニングやるためにはもう1秒でも早く終わらなきゃいけないので、投球練習なしでいいからプレーをかけてくれって審判に言ってるんですよ。でそういうのを聞いて、まあ、余計、まあ、普通の試合じゃなかったなと思って。でもこれが、まあ、阿波野投手としては2年目の出来事という、はいはい、まあ、この 10.19 というともう本当にこう語り継がれる、まあ、そうなんですよ、ドラマでもあるとは思うんですが、はい、まあ昭和の話ですけど、はい、この試合は、はい、まあ、語り継がれてほしいなっていう、自分もこんなこう劇的なダブルヘッダーに、はい、ね、最後の最後のダブルヘッダーですから、はい、投げれたのは、後々ね、財産にもなってるし、あとは時間切れで終わるようなことってなってほしくないなと思います、こういう試合が、はい、ね、はい、決着をしっかりとつけるという、うん、やはりこう選手っていうのはね、優勝を目指してやってるわけじゃないですか、はい、 そうですね、うん、それが最後そういう形で終わったっていうのは、うんうん、あの時はもうそのルールが最後、あったので、それに対して、まあ、とやかく言うことはできなかったんですけど、うん、はい、
まあ、そういうふうにあってほしくないなという、うん、そんなつもりでやってました、はい、その後は、はい、今日は、新高円寺にあるセノンスポーツゼロに来ました。ホビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。